本当に長い間お疲れ様でした。ありがとうございます。99本のバラ、永遠の愛を受け取ってください。いやー、ありがとう。めっちゃ重たいですよ。本当？あ、大丈夫です。うわー、見てそうですね、10年前とか、本当皆さんプレッシャーの中大変だったと思います、ね、そうプレッシャー大変なのに、なんかね、メッセージ取ったじゃないですか、発表の時にね。でなんか動画で流れて、あれ本当はイベントでっていう話だったの知ってる？そうなんですか。みんなで発表します、登壇してくださいっていうの。おいおい、ちょっと待てっつって、彼女らの気持ちを考えたら、それは酷じゃないかいっていうところがあって、その辺からですね、なんか私が守らねばならぬみたいな気持ちが芽生えまして、で一緒に役を作っていく上ではもちろんプロフェッショナルだから何の心配もなかったんですけど、やはり旧作のリスペクトが大きければ大きい分、何かこう自分の中でうまく回らなくなってしまってはかわいそうだなという気持ちもありましたが、まあね、今となってはすっかり私が頼りにしてるぐらいで、もう本当ですか本当なのよ。この明るい雰囲気とか、なんか砕けた感じとか、あのキャピルーンって飛び上がるパワーとかは、やはりなんか私も忘れていたなっていうところを思い出させてもらったり、あ、作品、あ、私が気づかなかった作品のいいところとか、キャラクターのいいところとか改めて思い出させてもらったり、本当に、今回集まってくれたキャストの皆さんと、あとスタッフの皆さんのおかげで今日この日が迎えられたと思っています。でこんな話を聞いてくださる皆様が一緒にいてくれることで、本当になんかこんなに幸せでいいのかなという気持ちでいます。まだまだそうですね、セーラームーンはね、うさぎちゃんはマモちゃんと結婚したけど、またクリスタル東京を守っていかなければという使命があります。私たちも役者としていろんな作品、いろんな役と関わって皆さんに楽しんでもらえるようにこれからも頑張っていきましょうね。 LINE そのままで焼肉とか誘うから行きましょうね今日お越しの皆さん、そして映画を見てくれた各会場の皆さん、本当に本当にありがとうございました。一つ心残りがあるとすれば、その10年前新シリーズが始まるときに、これ初めて言うかもしれないんですけど、あの90年代のセーラー戦士から子どもたちにたくさん素敵な夢を与えてねっていうこともちょっとことずかっていて、そうですね、その子どもたちに向けてのアピールがちょっとまだ足りなかったかなと思ってるのがちょっと心残りかな。なのでもしね、お子さんとかいたら一緒に旧作から見てもいいし、いろんな映画もありますし、クリスタルの映画も力作ぞろいですので見ていただいたり、まあ、関係各社様にはあのいつでもどこでも動画で見れるようになんかご尽力いただけたら本当に嬉しいです。ということで、もうここにありますけど、皆様の愛に感謝しかありません。どうもありがとうございましたありがとうございました。それでは皆さんからの、はい、愛も受け取っていただきました。オーディションの時すごく覚えていて、まさか琴乃さんがスタジオにいらっしゃって一緒に掛け合いをしてくださるオーディションだとは思わなくて、そこからやっぱり愛情をとっても感じました。私は特に世代として生まれた時からもあったので、セーラームーンがすぐそばに、それでそんな作品にオーディションを受けさせていただくんだっていう気持ちもすごかったんですけれども、それがなんだか
うまくことが運んで、自分がいざアミちゃんですと言われた時すごく怖くなってしまって、まだ役者としても全然年月も経ってないのに、なんか逃げたいなってあんまり思わないんですけど、好きすぎるのとやっぱ世界中の人が好きなものをこうまた背負っていくっていうのがとっても怖くて、あんまりアフレコに行くのがちょっと楽しいっていうよりは緊張とプレッシャーでめちゃめちゃなんだか追い詰められていたような気持ちになっていたんですけれども、でもそういうのを全部温かい言葉と愛情と未熟な部分も見守ってくださって、こうやって10年もやってコスモスの最後までやらせていただけたことがとっても嬉しかったです。琴乃さんに導かれて集いで、一緒に、10年になるんですね、作品を作らせていただいて、で先輩、その女性としてもそうですし、声のお仕事の先輩としてもうさぎちゃんのようにやっぱり希望をキラ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 いつも私たちに与えてくれて、私もああいう女性になりたい、ああいうふうにお仕事をしていきたい、背筋を伸ばして生きていきたい、もうこのきらめきを私たちにこう振りまいてくださる方だなと私はずっと思ってます。でそのきらめきをもらって私たちも頑張れるっていう、本当にオンリーワンの存在です。琴乃さんからいただいたこのキラキラする思いと、あとまずみんなで作ってきたもの、愛と情熱を胸に、これからも頑張りたいと思いますので、琴乃さん本当にまとめられなくなっちゃった、大好きです。すごくすごくこう自分の人生に溶けたそんな10年で、でももともとはねその前のセーラームーンにいっぱい勇気をもらって希望をもらって今の自分がこういう感じの性格になっているのはセーラームーンがあるからです。私の人間性を作ったのは幼き頃にセーラームーンを見、セーラー戦士に憧れてやってきたから今の自分があって、だから声優になって本当まさかねこんな形で、別の現場とかでね琴乃さんとお会いさせていただいたこともあり、私その現場が最終回を迎えるまで我慢して、最終回で本当はすごくファンでっていう、そのプロとして言っちゃいけないと思ったので最後まで我慢しましたっていうところからのまさかですよ、なんか自分が本当に生まれてきてよかったって深く感じることができて、その上こんなに仲良くしてくださってあったかくいてくれて、もうなんなの。なんかめっちゃ可愛いな。私たちがこう緊張の中始まる前に琴乃さんからみんなにお手紙をいただいて、はい、自分なりのヴィーナス、私は自分なりのヴィーナスを作って一緒にやっていきましょうっていうところから、もう私はもうついていきますみたいな気持ちで、勇気をもらってスタートできて、一緒になんか泣いたり笑ったりしながら10年間いろいろやってきて、辛い話もあったし本当に楽しい話もあったし、みんなでいろいろ行ったりした思い出もたくさんあって、それはでもやっぱり琴乃さんがこのチーム、私たちだけじゃなくてその現場全部、キャスト全員そうだしスタッフ全員に対してもすごく愛情を持って一つのチームだっていう形を作ってくださって、私たちがやりやすいというか自然な形でできるように現場を作ってくださって、そのおかげでやってこれたのかなと思ってます。戦え、この私とたくさんの私の仲間たちよ、どうか私に力を貸して。セーラームーン、セーラームーン、セーラームーン。劇場版美少女戦士セーラームーンコスモス。